俺は派遣で現場作業員をしている。しかし、ある日、突然首を宣告され、無職になってしまった。中卒の俺は、次の職がなかなか見つからず、家賃を払うこともできなくなり、家も失った。俺は、公園で途方に暮れていると、一人の泣いている少女と出会った。この少女との出会いが、この先の人生を大きく変えることを、この時の俺はまだ知らない。俺の名前は鬼頭渉、19歳。現場作業員をしている。おい、早く動けよ。タラタラしやがって。すいません。お前、この仕事向いてないんじゃないのか？すいません。俺が17歳の時、ある理由によって高校を退学させられた。それに親は大激怒し、俺は感動された。だから俺は派遣で現場作業員のこの仕事を見つけて、なんとか食いつないでいる。当然、住んでいる家はボロいアパートで、風呂もないような部屋だ。毎日コンビニ弁当とか牛丼を食べて飢えをしのいでいる。派遣ということもあり、定期的に職場は変わり、派遣期間中に首を切られることはないが、期間終了後に再度呼ばれるかどうかはわからないのだ。そんな感じで、綱渡り状態の毎日を生きている俺だったが、不幸な瞬間は突然やってきた。はぁ、今日も疲れた。キト、ちょっといいか？あ、はい。俺は仕事終わりに現場監督に呼ばれた。すまんが、明日からはもう来なくていい。え？どういうことですか？現状、台風の影響とか、クライアントの都合で仕事が遅れてるのは知ってるよな。それが原因で納期が遅れてしまっている結果、客からの振り込みも遅れてるんだ。となると、この人数を雇い続けるのは難しいんだ。でもまだ、二ヶ月ほど契約が残ってるはずじゃ。本当に申し訳ないが、勘弁してくれ。そう言って現場監督は俺に頭を下げた。すると近くにいた先輩がにやつきながら、まあしょうがねえよ。お前が一番仕事できないし、19歳で一番若いんだからよ。今回は先輩たちに譲って身を引いとけ。さっさと次の職場を探してこい。おい、そんな言い方するなよ。現場監督は俺をかばってくれようとしたが、俺は思いもしなかった首宣告に放心状態となり、そうですか、お世話になりました。それだけ言って、荷物をまとめて家に帰った。ただでさえ、いつもカツカツな生活だったのに、今月は様々な引き落としがあって、本当にお金がない。俺は帰る途中にある公園のベンチに座り、しばらく悩んでいた。これからどうやって生きていこう。家賃はこの前支払ったばかりだから、まだ1ヶ月近くは家がある。でも食費がやばそうだ。今あるのは日給でもらった8000円。次の仕事を見つけるまでは、これで何とかしなくては。翌日からすぐに職安に行き、仕事を探してもらった。いや、最近はどこも不景気で、あんまり募集してないんですよね。正社員で働いたこともないんですよね。
まあ、案内できそうな職場が見つかればご連絡しますね。これは絶対に連絡が来ないパターンだ。俺はこのまま無職で生きていくしかないのか。中卒で派遣の仕事しかしてこなかった俺は、他で正社員の仕事を探すのも難しいし、そもそも履歴書を買うお金すらもったいない。縁を切られてる両親に頼ることもできない。二十歳を目の前にして、俺の人生はもう終わってしまったかもしれない。それでも俺は希望を捨てずパソコンを借りて一日中職を探した。しかし、求人のほとんどが高卒以上で、中卒の厳しさを改めて知らされた。気がつくとすでに夜になっていて、お腹もペコペコだった。とりあえずコーヒーで気を紛らそうと、自販機の一番安い缶コーヒーを飲みながら公園のベンチに座っていた。すると突然、近くで大きな声が聞こえてきた。お家に帰れないよ。どうしよう。俺は声の方を見ると、小学生くらいの女の子が泣いていた。迷子か？でももう十時を過ぎている。とりあえず俺はその少女に近づき、大丈夫？迷子？俺が声をかけると、その子は驚き、怖がっていた。俺は慌てて怪しいものじゃないことを伝え、近くのファミレスに行くことにした。そして、なんとか誤解を解き、少女から話を聞くことができた。その日、少女は塾だったのだが、いつも車で送り迎えをしている親御さんが用事があり、どうしても迎えに行けなかったという。少女は一人で電車で帰れると言ったそうだが、電車の中でうっかり寝てしまったらしい。目を覚ますと、最寄りの駅はとっくに過ぎていて、持っていたカバンも何者かに盗まれてしまったという。その中には財布も携帯も入っていて、親に連絡することもできなくなってしまったらしい。家からは随分離れてしまっているようで、不安になって泣いてしまったという。よかったらこれ使いな。え？タクシー代だよ。これだけあれば君の住んでいる町まで足りるはずだから。こんなにいっぱいもらっていいんですか？まあ、7000円だけどね。こんなところで君を一人にはさせられないしね。財布だったら警察に届ければいつか帰ってくるかもしれないし、親御さんもきっと心配してるだろうから、早く帰りな。すいません。ありがとうございます。私の名前は二宮さくらって言います。お兄さんの名前も教えてもらっていいですか？いつかお礼をしたいので。俺は鬼頭渡る。でもお礼なんていいから。俺はタクシーを止め。すいませんが、この子を乗せてあげてください。お金は渡してあるので。そう言って、さくらちゃんをタクシーに乗せた。じゃあさくらちゃん、またね。本当にありがとうございます。こうしてさくらちゃんは家へと帰っていった。それと同時に俺の全財産はなくなった。まあでもこれでいい。俺みたいな先の見えない人生を送っているやつよりも、さくらちゃんみたいに将来に希望がある子にお金を使う方が世のためになる。いい行いをしたおかげか、俺は
わずかな失業保険だけで、なんとか一年過ごすことができた。しかし、その失業保険の支給もついに終わり、俺は家までも失ってしまった。結局、俺はホームレスになり、常に空腹や外の寒さと戦っていた。すると、一人の女性が俺に声をかけてきた。俺は振り向くと、そこには制服姿の可愛らしい少女が立っていた。この人は誰だ？そしてその少女は嬉しそうにこちらを見ている。鬼頭渉さんですよね。え？なんで俺のことを？やっぱり覚えてないですよね。去年あなたに助けてもらった二宮さくらです。え？嘘？あの時の女の子？そうです。お久しぶりです。私、あなたのことをずっと探してました。俺のことを？でもなんで？どうしてもお礼がしたくて。よかったら一緒に来てくれませんか？俺は久しぶりにホテルでシャワーを浴び、ひげを剃り、さくらちゃんに用意してもらった服に着替えて、さくらちゃんたちが待つラウンジへと向かった。すいません、お待たせしました。一気に爽やかになりましたね。それなら二十歳の若者だとわかるね。俺の目の前には、さくらちゃんとご両親が座っていた。さくらちゃんは両親と一緒に公園に来ていて、ボロボロの俺の姿を見てホテルの部屋を取ってくれたのだ。わざわざホテルまで取っていただきありがとうございます。いえいえ、感謝するのは私たちの方です。去年娘を助けていただいて本当にありがとうございました。あの日は夜も遅かったですし、女の子一人では危険だなぁと思ったので。でも無事にお家に着いたようでよかったです。あの日は私たちが帰ってもさくらがいなくて、携帯に電話しても全然つながらないので本当に不安だったんです。警察にまで通報してしまいました。今まで夜遅くにさくら一人で外出したことなんてなかったものですから。それはそうですよね。小学生の女の子を夜一人で歩かせるのは危険ですし。俺がそう言うとさくらちゃんが、ちょっと鬼頭さん、違います。私はあの時中学3年生です。だから今は高校生ですよ。え、そうだったの？ごめん。俺とさくらちゃんのやりとりをご両親は笑いながら見ていた。確かにさくらは童顔だから勘違いされても仕方ないわね。ちょっと、お母さんまでなんてこと言うの？そんなことよりも、私は渉さんにお礼がしたいの。そうだった、そうだった。渉さん、突然ですが弊社で働いてみませんか？え？こう見えて私はいくつかの会社を経営しています。そして最近は妻にも副社長として毎日働いてもらっています。だから桜に構ってあげられる時間が減ってしまって、また去年のようなことがあった時に桜をすぐに助けることが難しくなってしまったんです。なので渉さんには事務の仕事をしながら桜の送迎をしてほしいんです。もちろんこちらから給与も支払わせていただきます。お家に関しても渉さんのご負担にならないように、私たちの家の近くのマンションの一室を社宅として使ってください。いかがですか？
彼女の言うお礼とは、俺の想像をはるかに超えた内容だった。突然こんな幸運なことが起こるなんて。お仕事のお誘いありがとうございます。お気持ちはとても嬉しいのですが、お断りさせていただきます。さくらちゃんはとても驚いていた。そうですか。もしよろしければ理由を聞かせていただけますか。僕はお礼や見返りを求めてさくらさんを助けたわけではないです。純粋にこの子が助かればいいと思っただけなので。だからお礼とかは関係なく、あの日でもう完結したんですよ。なので僕はさくらさんが無事だったことを知れただけで十分です。っていうか、ホテルのシャワーを使わせていただいた時点でお礼をいただいてますね。僕の言ってることはめちゃくちゃだな。俺がそう言うと、さくらちゃんの両親は穏やかに笑った。本当にあなたは素晴らしい人ですね。私はあなたのようなまっすぐな人を探していたんです。どうでしょうか、さくらの執事をしてもらえませんか。もちろん執事用のお部屋もご用意します。仕事の内容としてはさくらの登下校の同行などです。まあ執事というよりは SP に近いかもしれません。さくらはちょっと慌てがちなところがありまして、いつかトラブルを起こしてしまわないか心配なんです。私はどうしても信頼できる渡るさんにお願いしたいんです。これはお礼ではなく、私からのお願いです。どうかよろしくお願いします。そう言って、さくらちゃんのご両親は頭を下げた。ここまで熱意を持ってお願いをされると、断るわけにはいかなかった。こうして俺は、さくらちゃんの専属 SP として働くことになったのだ。お父さんの言っていた通り、さくらちゃんは好奇心が旺盛で、登下校中もすぐに関係のないところに行こうとする。ねえ見て、あれ美味しそうだよ。ちょっと待ってください。走ると危ないですよ。彼女は良くも悪くもとても無邪気で、本当に小学生を相手にしているようだった。そんな彼女の SP をするのは、思っていた以上に心身ともに大変な仕事だった。はい、渡るさん、アイスコーヒーです。どうぞ。このお店、コーヒーが美味しいって有名なんです。いやいや、そんな。もらうわけにはいかないですよ。お金まで使わせちゃって。大丈夫ですよ。私の分もありますし。あっちで一緒に飲みましょう。これは私のお茶の相手をする仕事ってことで。ありがとう。でもさくらちゃん、アイスコーヒーでいいの？私はカフェモカですよ。ホイップもチョコソースも多めにしちゃいました。彼女の無邪気な笑顔には不思議な力があり、俺がどれだけ疲れていても彼女の笑顔を見ればすぐに癒されるのだ。確かにこのアイスコーヒー美味しいよ。よかったです。これも美味しいですよ。さくらちゃんは口に生クリームをつけながら笑っている。ねえねえ、ここにクリームついてるから。俺はそう言って、さくらちゃんの口元を拭った。さくらちゃんは照れながら、へへへっと笑っている。なんか私たち、デートしてるみたいじゃないですか？ちょっと、いきなり何言い出すの？俺も顔が赤くなってしまった。だって私、渡るさんとまた会えて本当に嬉しかったんですよ。
あの時は本当に心細くて、このまま誰にも助けてもらえなかったらどうしようって思ってたところに、ヒーローみたいな渡るさんが登場したんですよ。いや、ヒーローっていうか王子様っていう感じかな。とにかくかっこよかったです。いやいや、ヒーローでも王子様でもどっちでもいいけど、なんか大げさだな。今だから笑って話せるけど、あの時の俺はニートだったし、さくらちゃんに渡したお金も当時の全財産だからね。かっこいいどころかダサいよな。え？だからかっこいいんですよ。わたるさんの全財産をかけて私を助けてくれたってことですよね。とっさにそんなことはなかなかできないですよ。私は無職でも貧乏でも、そういうお金で買えない優しさを持っている人の方が素敵だと思いますけどね。さくらちゃん、まさか16歳の女子高生にこんな温かい言葉をかけてもらえるとは。さくらちゃんは思っているよりも大人なのかもしれないな。ありゃ、制服にソースこぼしちゃった。え、なんでだよ。急いで帰って洗わないと。急いでタクシーを拾い家に帰った。やっぱりまだまだ桜ちゃんは子供だった。それでもさっきの彼女の言葉は、俺に自信と勇気を与えてくれたことに変わりはなかった。俺は桜ちゃんが学校に通っている間に免許を取り、車を運転できるようになった。こうして俺は毎日の送迎も車でできるようになると、さくらちゃんは助手席に座り、カフェに行きたいとか、海までドライブしたいとか言うようになり、つい寄り道ばっかりしてしまう。そして最近は、俺はさくらちゃんと一緒に勉強をしている。今更だけど、本当は高校を辞めたくなかった。しかし俺は不良に絡まれた友達を助けるために、その不良たちと派手に喧嘩してしまったのだ。運悪く警察に見つかってしまい、それが高校にまでバレてしまったことで即退学になった。勉強も本当は嫌いじゃなかった。そんな俺の事情を知ってか、さくらちゃんのお父さんは、さくらちゃんの家庭教師に、俺も一緒に勉強を教えるように言ってくれたのだ。そして俺は、さくらちゃんと一緒に勉強をして、高卒認定試験を受けることにした。さくらちゃんも大学受験を控えていることもあり、目標に向かって一緒に頑張ることを決めた。1年間真剣に勉強に取り組んだ結果、俺は高卒認定試験に合格した。さらに、さくらちゃんのご両親は、俺に大学受験の機会まで与えてくれたのだ。もし合格したら、大学の費用も負担してくれると。さすがにそこまでは甘えられません。僕はあくまで、さくらさんの SP ってだけなので。俺がそう言うと、君には将来的にうちの会社に入ってほしいと思ってるんだ。ここまでさくらが男性に心を開いてるのを私は初めて見た。だから娘を任せられるのは君しかいないとも思っている。そうなれば君には私の会社を継げるように成長してほしいと思ってね。つまり私のわがままで君には大学に入ってほしいと思っているんだよ。お父さんの発言にはとても驚いたが、それ以上に嬉しかった。仕事とはいえ、ずっとさくらちゃんと一緒にいたことで、俺は彼女に惹かれていたのだ。そして、いつか彼女に釣り合う男になりたいと思っていた。
その矢先、お父さんからチャンスをいただき、俺は絶対に期待に応えたいと思った。わかりました。僕は将来さくらさんを本当の意味で守れる男になってみせます。俺はこれまで以上に一生懸命勉強に励み、さくらちゃんの身の回りの世話の仕事も続けた。そしてさくらちゃんと同じタイミングで大学を受験し、有名私立大学に合格することができた。さくらちゃんももう大学生になり、SP は必要がなくなった。するとさくらちゃんは、もう俺と会えなくなると思ったのか。わたるさん、SP を辞めたらこの家を出て行っちゃうの？と、とても寂しそうに尋ねてきた。これからもここにいるから大丈夫だよ。まあ、さくらちゃんがそれでよければだけどね。私はもちろん、わたるさんにここにいてほしいよ。だって。ちょっと待った。これは俺から言わせてほしい。さくらちゃん、俺は君のことが好きだ。結婚を前提にお付き合いしてくれませんか？さくらちゃんはとても驚いた顔をしていたが、すぐにいつもの笑顔になり、もちろん、こちらこそよろしくお願いします。こうして俺たちは正式に付き合うことになった。俺は約束を守るために大学を卒業後、お父さんの会社で一生懸命働いた。そして俺は、さくらと結婚して、毎日本当に幸せな生活を送っている。一度は人生に絶望していた俺だったが、人助けをしたことで人生が180度変わった。これからも自分の感性を信じて、謙虚な気持ちを忘れずに家族を守っていこうと誓った。俺の隣にいるさくらと、彼女のお腹の中にいる子供を守るために。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。